はい、今日もですね、動画見ていただきありがとうございます。今日はですね、2018年の今日は1月の3日ということで、初めての、ね、動画なんですけれど、今年2017年ね、買ってよかったものっていうことで、ちょっとね、今日はお伝えしたいと思います。はい、まずね、3つ、3、2、1、1、2、3位とね、ちょっとやってきますんで、もしよかったらね、お付き合いください。で、まず1つ目がですね、これですね、日記ですね、日記。これちょっと5年日記、5年前からね、日記つけてるんですけれど、ちょうど5年経って、今年ね、6年目で新しいのちょっと買いました。で、なんか石原5年ダイアリーっていうね、昔動画で1回撮ったことあるんですけど、こういうふうにね、見開きが5年分がちょっと書かれたようなね、日記なんですよ。5年分。例えば、2018年、19年、20、21、22とね、はい、5年分ちょっと書かれてるんで、すぐその日に書けば、次の年の、ね、同じ日に何を前の年にやったかというのがちょっと分かるっていうような、こういう、石原5年ダイアリーっていう、石原見えますかね、石原5年ダイアリーっていうこの日記帳、ちょっとね、4000ちょっとぐらいするってちょっと高いですけど、まあ、5年使えるということで、すごくいいと思います。はい、これが、3位ですね。で、2位がですね、これです。エアポッドですね。これを耳につけると音楽が聴けるっていうね。で、最初落とすかなと思ったりしたんですけれど、全然落ちないんですよね。落ちない。で、線もなくって音楽が聴けるっていうんで、ワイヤレスなんですけど、すごく重宝してます。これが2位ということで。で、1位がですね、これです。ミルクフォーマー、ネスプレッソのね、ネスプレッソっていうコーヒーメーカーがあるんですけど、そこでですね、ちょっと50%引きでね、売ってた、牛乳を入れるとですね、牛乳を入れて温めて、泡立てる、ちょっと機械なんですね。だからコーヒー入れた後にちょっと入れてあげると、すごく美味しい牛乳っていうか、カプチーノですか、カプチーノができるっていうことで、ちょっとすごく、ね、これも毎日使ってるんですけど、すごくいいと思いますね。ということで、1、2、3とね、今日はちょっと伝えてみましたけれど、皆さんいかがでしたでしょうか。今年もね、体のこととかね、今日はちょっと別ですけど、健康のこととかについて、ちょっといろんな動画ね、ちょっと体操とかね、お伝えしたいと思いますね。よかったらね、お付き合いください。ありがとうございます。